例えばさ、奥さんとはできないっていう人いるでしょ。だから浮気みたいなその不倫とかが盛り上がるっていうのはね、まあ非日常を求めてそういうところから興奮するっていう人たちもいるから、そういうのもあるんだろうけど、でも私は夫婦間で性的なこともね解決したいなって思うんですよ。ジョーはどう思う？じゃあ例えばジョーが来なくなりましたと、私がもっとイケイケで、じゃあ若い人とじゃあ今日はやってくるねみたいに言ったら、仕方がないし、自分できない。あ、仕方がないってなるの？うん、仕方がない。そこを満足させてあげられないんだったら、うん、俺は俺で、うん、ね、逆に、うん、他の相手もやるでしょ。え、でもじゃあできない。できないけど、できなくていいって人でしょ。逆に。あ、ね、でもそれは心のつながりを求めてるんじゃないの？その心。心じゃなくて、できなくて、挿入までは嫌。ね、だからそういう相手で相手を探したいじゃん。え、それ私とやんないの？じゃあ。だから君は嫌なんでしょ？違う違う。まあ、こっちは例えば自分が立たないんだったらおもちゃとかでいろいろできるかも。それでも満足しないと言うんであれば、しょうがない。それでも結婚は維持できる？それは相手次第でしょ。相手との話し合いがきちっとなってれば、こっちの、まあ、それでも OK、こっちも OK ってなるんであれば、精神的なつながりはそれでも保てるんだったらあるでしょ。ねえ、だからそこが難しいところだなと思って。うまくいかないんであれば、どちらも不満足だ。で、続けるか、別れるか、するしかないですよね。部分だけで、夫婦なんて繋がってるわけじゃないんで、別に、まあ、そこまで話し合いじゃない。今まで子供がいて、目的意識が子育てっていう風になってたのが、子供がいなくなった時に、やっぱり容姿もね、変わってるし、若い時には、お互いこう、すごい大恋愛で、みたいになった人たちも、ね、容姿も変わってきてるわけじゃないですか。20年、30年経ったら、もうね、変わってきてるわけじゃないです。若い時の上の人が若い時の人ね、女じゃないわけですよ、うん、ね、今の方がいいですよね。そうだって言わないといけないですけど、僕ら40年間見てないわけですよ、一回もね、見てるじゃん、ね、途中で見てる、だからそれを気づいてない。結局は、やっぱり、その時からポンと空いてると、やっぱり変わってんですよ、全然。変わってないよ。私悪いけど、Facebook で最初写真見た時、え、誰って思ったもんね。だって俺だって Facebook で写真見た時に、え、この人、どうせ同盟だけど、え、配信した？そういう見た目がさ、違う上で、そういうロマンチックな気持ちがなくなってたりとかする場合に、やっぱり難しい、きついよね、また子供なしでさ、2人で。よくあとまた聞くのが、お互いがお互いの、別れるわけじゃないんだけど、ね、お互いがバランスを取るために、まあ、セックスも行かなくてもね、そういう男性のお友達、女性のお友達とちょっとデートをすると。あ、セフレみたいなの？うん、セフレまで行かなくていい。そこまで行くといろいろめんどくさいだから、ちょっとそういう全然違うタイプの人とデートする。お互いそれはね、じゃあちょっと、今日、まあ、ね、出かけてくるわ、別に隠さないで。あ、そういうのオープンリレーションシップ。そう。で、デートだけして、まあ、食事だけして、とかね、って話をするわけですよ、人と。そうすると、全く違う、妻とは違うタイプの方がいいんです。いい。ね、旦那とは違うタイプ。いいとよく言われますけどね。で、そういうのも聞きますね。で、そこでよくあるのが、そこのそのまんま、肉体関係まで行っちゃって、何？そっちの方に新しい、その、デート相手の方に本気になっちゃう人っていうのがあったりすると、もうこの、もともとの関係、夫婦は壊れちゃうんですかね。まあ、みんなもうとにかく、人間始まって以来、男と女、ね、未だに分からない、解決されてない問題ですから。うん、まあ、私は、そういう第三者を入れるのは好きじゃないので、こればっかりはやったことないですね。
今まで。なので、これからもやるつもりはないんですけど、ジョーがそうやってスワッピングっていうんだったら、ね、ちょっとやってみる？やらねえよ。俺だって嫌だよ、第三者なんて。だから、まあそういう例もありますよってこと。だってさ、俺の知り合いでいるよ。あの女の人がさ、もう病気ね、ほとんど。セックスなし、生きれない。だけど、男性はそこまであえてできない。だからもう、そこは許してるんだって。何？相手がいる、結婚してんの？うん。結婚してて、じゃあ旦那様だけじゃ物足りないと。もうだからで、満足させてあげられないよ、旦那さん。で、旦那さんもどんどん年取ってるじゃん。うん。でも、奥さんの方、セックスなしに一日たりといられないわけ。それって、同世代？ 50 代とか？いや、俺のあれはね、奥さんは知らない。合ってないな、うん、だけど、そうなってくると、もうそこ許すしかないっつって。黙認してるっつって。そこはもう、だから夫婦で話し合ったらしい。ごめんねって。まあ奥さんの方はごめんね。旦那の方はもう仕方がねえな。そこだと。それでもじゃあ夫婦という。多く言ってる。ああ、それはそれでね。だからそうやって話し合いをして、公認してるんであれば、まあ、しょうがないのかな。いや、その旦那もできないわけじゃないから。旦那さんも旦那さんで、外でやったりするわけ？さあ、それは僕は知らない。うん、けど、まあ、旦那ともやるわけじゃん。そういろんな情報を仕入れてくるらしいっすよ。奥さんが。まあ、あの男と。情報って何？いろいろなやり方？うん、でそういうのをまた逆に旦那と一緒に覚えてきたことを楽しんだり、二人はしてるみたいですよ。だからそういうのがお互いに、子供いるの？え？子供いるよ。いるけどもう、とっくに生きてなっちゃって。寝てっちゃって。まあだからどんなケースもあり、ね、二人がそれでうまくいってんだったらありなんですよ。うん。まあ要はね、だからその夫婦がうまくいってるんだったらいいと思うんだけれども、そういうこと、話し合うことすらできなくて、セックスレスっていう。まあ、話し合わないんだったらそこはやっぱり話し合わないと、そこはもう持たないから。多くの女性は女性として生きたいと思ってる人が多いと思うんですね。普通、いわゆるトラディショナルな、その同性とかトランスとか、そういうカテゴリーに入らない人たちだね。だからそういう人たちっていうのはやっぱり旦那様とか恋人とか一緒にいる恋愛対象の人から女性として扱われなくなった。つまりセックスレスになったみたいになると、すごくやっぱり悲しいし、寂しいんです。わかります？その気持ち。だから、すごくその悲しいとか寂しいっていう気持ちを隠すために怒っちゃう。だからそこ怒らずに、話しゃいいんですよ、話。だから、どんどん怒るから、余計話し合いにもできないじゃん。でもそうじゃん。やっぱりさ、恥ずかしいし、そこがこの間言ったね、ボールならくるっていう、本当の無防備になって何でもオープンに言うっていうのはそういうとこなんだけど、オープンになってそういう本当の気持ちを伝えるっていうのって、やっぱりすごく苦しみを伴うし、やっぱ恥ずかしいし、特に女性だったら、セックスのことなんてさ、例えばだけど、日本の社会だったら、ね、マスターベーションしてるっていうことも言っちゃいけないし、やっちゃいけないし、その恥だみたいに汚いとかさ、みだらな、なんてそんなハリンチなみたいなさ、そういう社会でしょ、やっぱり。そういうので育っただけでしょ、少なくとも私たちは。だからやっぱりそういうことって言っちゃいけないのかなとか、そんな風に思ってるなんて、女として失格かなとかさ、思っちゃうわけですよ。女性から誘っていいのかなとかさ、そういうところ時点で悩んじゃうわけですよね。だけど本当の気持ちは、女性だってセックスしたいし、気持ちいいと思いたいし、やりたいし、